森と湖の国、フィンランドが生んだ作品の展示会が青森市の県立美術館で開かれています。これはフィンランドの暮らしとデザイン、ムーミンが住む森の生活展というもので、ムーミン作品のコレクションで知られるタンペレ市立美術館から原作者ヤンソンの絵画など十数点が出展されています。このほか花などが描かれた鮮やかな布地や服を天井から吊り下げ、あたかも森の中にいるような空間を作り出した展示室や、森から切り出してきたばかりのようなぬくもりを感じさせる木の椅子が置かれた部屋など、森と寄り添うフィンランドの創造性あふれる作品を一堂に揃えています。展示会は青森の後、宇都宮、静岡、長崎、神戸でも開催されます。